かりその強いですよ、フルトンよりか怖いかもしれないですね、その一発っていうところとパワーもあるんで、めっちゃ太ってんだと思いますタパレスの印象としては何印象だったんですか？タパレスの試合はあんま見たことないんですよね、あのアフマダリエフの試合もまだとの試合もまだ見てないですし、はい、あんまりそうまだぼやっとした印象はない、なんとなくはありますけどね、なんかこうダイジェストで見たりとか。これタパレスって角度決まってた？一回そうだね、あの時は俺は結構怖いなっていうのは思ってた。あの時はまだ、その時にちょっと見たのかな、一回候補に上がってた。あれ決まったんじゃない？決まったんでしょ。あれそれタパレスだっけ？あれ？あ、そう、そういう話したんだ。タパレスと決まって怪我したんだっけ？怪我 が入ってなんか曖昧になってて、2点3点したんだ。そうダルビビアじゃ決定戦から。タパレスも強いですよ。そうですね、あとはもうナオの戦い方ですよ、ね、ナオが自分の距離とかってやれば多分いなせるんですけど、やっぱり相手の土俵入ったらあのフルトンよりか怖いかもしれないですね、その一発っていうところとかパワーもあるんで、その自分自身の完成度もあるけど、はい、そのライバルがこういなくなっちゃったらちょっと次の階級行かなきゃいけないみたいな、まあ、そうですね、まあ、自分も現役生活が残り限られてるんで、そこ次第ですかね、うん、はい、まあ本当にやる意味がなくなったら多分もうキャリアも最終に差し掛かってるんで、階級も考えますけど、はい、海外のメディアではすでにもうフェザーはねもう十分いけると、スーパーフェザーまでいけるぐらいの話はもう出てない、一言ですからね。まあ海外のメディアとかそういうのまあ見たいでしょうね。うん、はい。あね、昨日会見でも聞かれてたけど、大橋会長の YouTube で、ね、が本当出るんです。はい、一言だからね。実際にタパレス選手とリング上で並ばれた時。印象、まあ、試合後であれですけど、なんか感じたことってありました？いや、めっちゃ太ってんだと思います。もうそれしかなかったです。